日本人が給料上がらないのはどうしてでしょうか。解決策はありますか。教えてください。まあ、スミさんみたいに会社を辞めてガンガンギャラ交渉しに行く人が増えないからじゃないですか。みんなどこ行っても会社辞めたり、より給料のいいところに行くために辞めるぞって脅したりしないじゃないですか。給料上がらないってブーブーは言ってるけど行動には起こさないみたいな人がほとんどだと思うんですよね。まあ上がる理由もないんじゃないかなっていう気はします。